どうも、さあゆうです。どうも、のっこです。有名人のツイートというのは、フォロワーさんが多いっていうのもあって、時としてちょっとしたことで炎上とか言われちゃいがちですよね。酔っ払ってツイートしたばっかりにめんどくさいことになった芸人とか結構いるよな。そして今回ツイフェミの標的になってしまった気の毒な有名人がいるんですよね。気の毒な有名人といえばゆうこりん？いや、それは全然別の意味で気の毒な方ではありますが、しかも全然タイムリーじゃないし。本当に本当におバカさんって歌ってる PV のゆうこりん、マジ可愛いよな。そうですか。僕は若い頃のゆうこりんはそんなにだったのですが、離婚した後ぐらいのゆうこりんがタイプですね。お前、弱ってる女に発情するタイプ？まあ今回の動画の内容にゆうこりんは一切関係ないです。ないんかい。今回とあるツイートをした有名人がツーフェミたちを発狂させてしまいました。つるのたけしさんです。あー、なんか夏いな。去年コロスケに感染したっていうニュースは見たけど、つるのたけしさんといえば1997年に放送されたウルトラマンダイナの主人公役で一気に知名度を上げた人ですね。ウルトラマンだったんだ。へー、知らなかった。それから昔やってたクイズヘキサゴンっていう番組があったんですけど、ここでおバカタレントとして出演。もともと音楽活動をやっていたこともあり、ヘキサゴンの番組内で鶴野武史、上地雄介、野久保直樹と共に3人組ユニット周知心を結成。上地も野久保も懐かしいな。その時出した最初の曲周知心は当時かなり大ヒットしましたね。どんまい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 泣かないでってやつだよな。懐かしいですね。で、鶴野武史さんなんですけど、実はヘキサゴンが始まる前、もう2003年にはスタイリストの女性とご結婚されてたんですね。ってことはヘキサゴン出てた時はすでに結婚してたんだ。5人の子宝にも恵まれていて、過去にベストファーザー賞も受賞してたことがあるんですね。5人も子供いんの、すげえな。さらに積極的に育児に関わる男性、イクメンの代表的な存在の一人でもあるんですね。あー、なんか今回鶴野が何ツイートしたかは知らんけど、結婚も恋愛もできないツイフェミからしたら嫉妬の対象である感じの匂いはプンプンするな。一応既婚のツイフェミもいると思うんで、勝手に決めつけちゃダメですよ。結婚してんのにツイッターで発狂してるって、そっちの方がきしょいけどな。では今回ツイフェミが発狂してしまった鶴野たけしさんのツイートがこちら。妻が新聞を読みながら笑みを浮かべボソッと、女の敵は女だよ、つえーつえーつえーですよね。まあ今の時代にこういうことを有名人がツイートしたら、道に落ちた食い物に大量のアリが湧くみたいな感じで、発狂したツイフェミが湧きまくるって鶴の本人も分かりそうなもんだけどな。まあ真意は分かりませんが、若干釣りに行ってる感も否めないですよね。で、見事ツイフェミがバカみたいに釣られてしまったと。まあおそらくこの発狂のポイントとしましては、女の敵は女、妻の発言をツイートといったところではないでしょうか。女の敵は女なんてよく言ったもんじゃん。有名人が言ったからってキレるとかキメえよ。このツイートに本能で発狂するツイフミさんたちを見ていきましょう。女性が女の敵は女って言うと喜ぶ男性多いよね。どちらかというとこいつみたいなバカなおっさんの方が敵、いやこういう男、こういう頭の悪いクソ男が敵、分断煽って楽しそうですね。え、また男による印象操作、キャットファイトそんなにさせたいのか、今時シスターフットの時代なのに昭和の、女が女を叩くと目の前の男が狂気するのを知っているこいつの妻とまんまと乗せられて SNS に流してブヒってるこいつは紛れもなく女の敵だけどな。おじさんって女の敵は女論マジで大好きだよね。女 vs 女の話が出た瞬間、かっこそれが実際女同士の争いですらないものでも、それはもう嬉しそうに歯むき出し笑顔で両手叩きながらキー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 喜ぶよね。怖え。女の敵は女の敵は女と聞いて怖いな、叶わないなってニヤニヤするだけで女の生きづらさを理解する気がない男、つまりこういう人。毎日のようにオスが女に加害するニュース見るけど、それにはだんまりで、女が女に何かした時だけ女の敵は女ってキャッキャ喜ぶようなオスって、敵、子供を5匹も産ませるやつ。いやこいつだけ路線が違うんだが。まあ女 vs 女の話が出た瞬間男は喜ぶみたいな内容が多かったとは思うのですが、まあ、確かに僕も女性同士の争いって面白いから好きなんですよね。あー、女子プロレスとか争いの意味が違いますね。男絡みとかで女が発狂して髪の毛の引っ張り合いとかしてるのを見るの面白いですよ。いやそれ面白いか。
男同士のバトルって殴り合いとかまでになっちゃうこと普通にあると思うんですけど、まあ、最終的にはそこで変な友情が芽生えちゃってその後仲良くなったりとかあるんですけど、それもそれでキモいけどな。まあ女同士のバトルになると結構後引くんですよね。あーわかるかも。ついこの間までニコイチとか言ってると思ったら縁切ったとか言ってる話ザラにあるもんな。まあもちろん女性に限った話ではないのですが、世の中そういう女性多いですよね。では次にゼクシーで紹介されている女の敵は女、女って怖いと思った出来事ということで紹介していこうと思います。は？は？え？え？え？は？何ですか？いやゼクシーってあのゼクシーだよね。結婚情報サイトのゼクシーですね。どちらか女が見るサイトだよね。まあ結婚情報サイトだから男の人も見るとは思いますが、ゼクシーのアプリは花嫁さんダウンロード数ナンバーワンらしいですね。え、そのゼクシーが女の敵は女、女って怖いなんて記事出したらツイフェミが発狂しないわけないだろう。のっこさん、ゼクシーは結婚情報サイトですよ。は？え？あ、一応僕もツイッターでゼクシー女の敵ってワード検索をしてみたんですね。おいおい嘘だろ。そのワードで検索してみた結果誰一人発狂してませんでしたね。秘宝ツイフェミ結婚情報サイト見たことない。誰か一人でも発狂してくれれば紹介したかったのですが、マジで一人も発狂してないところを見るとやはりツイフェミは結婚はおろか恋愛自体も無縁なことがわかりますね。いやなんか冗談で結婚も恋愛にも縁がねえのがツイフェミって言ってたけど、なんかマジっぽいな。悲しすぎないツイフェミ、なんかかわいそうになってきたんだけど。では悲しみに浸る前にゼクシーで紹介されている女の敵は女、女って怖いと思った出来事を紹介していきますね。恋愛絡みが多い女の嫉妬と嫌がらせ。先輩が好きだった人と付き合ったら陰で悪口を言われた。とあることで上司が私の肩を持ったのが気に入らなかった先輩女性。以来私が親しくしている同僚に私の悪口を言いふらしているらしい。同級生が好きな男子と友人として仲良くしていただけなのに意地悪された。まああるあるだよな。まあ男絡みですからね。では次、結婚妊娠絡みは特に女同士の闇ということで、職場の年上の女性が私の妊娠を知った途端に態度を豹変させた。さりげなく結婚相手が高収入なのをアピールされる。結婚願望が強かった友人より先に全く結婚願望のなかった自分の結婚が決まった時、私のが先だと思ってたのにと言われた。なんか最後のやつに関しては結婚マウント取ってるようにも見えるけどな。女性はマウント取るのが好きですからね。まあしかしやっぱ結婚出産に対しては女って過敏だよな。まあ女の敵は女って言われると怒る気持ちはもちろんわからんでもないのですが、まあ、女の敵は女なんじゃなくて女の敵はまあ嫉妬深いブス女ってことなんじゃないの。そうなんですよね。なので僕が思うに女の敵は女ってある意味嫉妬深いブス女さんに対して配慮された言葉だと思うんですよね。ああオブラートに包んだわけね。そうなんです。嫉妬深いブス女さんを傷つけないために女の敵は女というかなりざっくりとした言葉にしてるんだとは思うのですが、その優しさすらに気づけない嫉妬深いブス女さんたちが今回のつるのたけしさんの女の敵は女ツイートに発狂してるってことなんだと思うんですよね。まさか女の敵は女っていうことに対して嫉妬深いブス女に対する配慮っていう風に着地するとは思わなかったわ。まあこの動画をきっかけにツイフェミにゼクシーの記事見つけられてツイフェミ発狂の元凶にならないといいな。まあそれはそれで面白そうですけどね。今までゼクシーの記事を知らなかったのにこれを機に見つけて発狂してたら、やっぱり結婚恋愛と関係のない女さんたちがツイフェミの正体だったっていうことの裏付けにもなるので。おめえ性格悪いな。まあ女の敵は女とは言いますが、まあその言葉の本質を分かっている女性はこういうのにいちいち切れたりしないですよね。今回はここまでとなります。面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまた。